どうも中堅です。またしてもバンフォーレ甲府に期待の大卒選手が加入することが決まりました。いや非常にね嬉しい限りでございますよ。バンフォーレ甲府サポーターの方はですね、三浦颯太選手が加入するというニュースはすでに知っているかなとは思うのですけど、僕の方から改めて三浦颯太選手をですね紹介させていただきたいなと思います。ではね、まずプロフィールの方から紹介していきたいなと思います。生年月日がですね2000年の9月7日生まれとなっているんですけど、いやー非常にね若いですね。この2000年というね数字を見るだけで初々しいですよね。とてもいやーいいなー、この時に戻りたいな。はい、すいません、ちょっと道がそれました。続きまして身長体重なんですけど、178cm、74kg となっております。僕より8cm 高くて、体重はね僕が 6kg ぐらい低いですね。またしも余談になってしまいました。でね、利き足が左利きで背番号が35番となっております。続きまして経歴を紹介していきたいなと思います。 FC 東京の U15 武蔵というねところでプレーをし、帝京高校でね日本体育大学となっております。その経歴を見た時にバンフォーレ甲府サポーターの方はね気づいたと思います。あれ、あの選手と経歴一緒だよなとかねなったと思いますけど、今現在名古屋グランパスに所属をし日本代表に選ばれた稲垣選手とね同じ経歴なんですよね。いやもうね稲垣選手とね同じ経歴なだけで僕自身とても期待している面があります。続きましてプレースタイルなんですけど、両サイドボランチをこなす万能型プレイヤーとなっていて、なんとねプレースタイルも稲垣選手に似ているという、いやははは。いや稲垣選手もですね2014年から2016年かな甲府に所属をしていて、コンスタントに試合に出てね活躍してくれた選手であります。運動量がねとても豊富でね、ピッチを走り回る姿はですね僕のね心の中にまだ残っているんですけど、まあ三浦颯太選手プレースタイルが似ているということでね、ピッチをね駆け回ったりゴールもね決めてほしいなと思っております。毎年ねここ近年かこういう期待のね大卒選手が、ね、豊富に加入してくれてとてもね嬉しいですけど、まあ、その裏にはですね森スカウトの力が半端なくあるわけで、今季バンフォーレ甲府に加入した長谷川選手や関口選手、鳥海選手もねこの森スカウトのねおかげなんですけど、またしても良い選手をねバンフォーレ甲府に導いてくれました。今現在バンフォーレ甲府の練習には参加していて、 J リーグ特別指定選手となっていますので試合にも出れるということになっております。加入がね2023年とちょっとは先になってしまいますけど、そこでの入団記者会見もねどんなことを発言するのか、そこもね期待していいかなとは僕自身思っています。いち早くバンフォーレ甲府にフィットし、やがてはバンフォーレ甲府をね引っ張っていってほしいなと思います。ということで今日の動画はですね、2023年にバンフォーレ甲府に加入する三浦颯太選手を紹介させていただきました。皆さん最後までご視聴の方ありがとうございました。